おはようございます。6月12日朝6時6分の相場解説、これはデイリーを見ていますけども、ここすごいですね。この急落ぶりはドーンと1日2日3日4日でこれだけ、落ちております。なんとね、110円に行くんではないかなっていうところから、何ですかこれは、もう110円に行くんではないかなっていうところからですね、106円ね、えともすれば105円台に行くんじゃないかなってところまで、なんとね、5円ぐらいの1日1円の平均ぐらいでね、どん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 こうセルのトレンドが入ったわけですね。これはでもね、捉えないといけないですね。私は初動は捉えられなかったんですけど、途中からですね、セルで押しまくって、まあ順調に利益を上げたわけなんですけども、はっきりで動画を上げる暇がないというかね、ちょっといろいろやっていて、もう合間合間でエントリーしましたんでね、取った分全然記録してないんですけども、まあでもここまでね、激しいと取れたでしょう。要するにここと同じような状態ですね。ここも同じような感じで、もうね、一辺倒に下がってきたわけですよ。でこれを途中から、この辺からでも入れるわけですよね。この辺からでも、で2つのヒゲが出たところで終わりということですね。で今回のちょっとヒットね、4時間見てみましょうか。今回なんですけども、ここまで激しくですね、この辺から、ここをきっかけにして、この高値圏、陽線の上髭をきっかけにして、ズバーッと落ちてきたわけですよ。で、一旦、ここで組み上げて、N を書くようにしてね、また落ちてきたと。で、ここでももう一回 N を書いてですね、また落ちてきたと。もうほんとこの繰り返しでございます。で、今、陰線の下髭の方がちょっと強い。バーを出してですね、ローソク足を出して、今ここで陽線に変わりつつあるんで、そろそろ終わったんじゃないかなと思いますけども、いやいやどうかなと。ここから第4波。ね、要するにここが第1波でしょ？ここが第1波。ちっちゃい字だな。第1波がここにありまして、で第2波がここにありましてね。で、第3波動がここにあると。次、第4波動を期待してエントリーしていいんだと私は思いますよ。1時間見てみましょうか。いや、これでダメだったら、それはそれで一つの結果なんですよ。ここでね、リスクが高いのは、上昇するんではないかなと思って、逆張りにしてしまうのは一番リスクが高いと。もうこれで、ダウントレンド、売りのね、トレンドが終わっただろうと思って、ぼーっとしちゃうのが、次にリスクが高いこと、儲けられないこと。一番リスクの低いのは、もう一発、売りが行くだろうと思って、セルの方に行くってことなんですよ。まあだと思いますけどもね。私はまだセルかけますよ。これ午前中。ということで、以上です。